みっけふかおちいライにゃはろ60万たさめとこれからも応援するで。最近ニコ日記を見返して思ったのですが、休止中にスーパーで披露したというデスボを聞かせてもらえませんか。喉に負担がかからない程度でもしろけど、よしよしければ お願いします。なんかスーパーに出かけた時にカレー飯の案件の後で、あのスーパーに行って、でスーパーにカレー飯があって、でそこであのカレー飯を手に取ってたのかわかんないけど、なんかこうお会計を並んでる時に猫の後ろの人がホロライブのこと話してたの。なんかチラッと聞いたから内容そこまでわかんないんだけど、なんかホロライブがさみたいな、パッて聞こえて後ろにホロライブファンがおるみたいな感じになって、めっちゃね、あのびっくりしたの、みゆこ。やべえと思って。もしかしてみゆこちゃん、今すっごいあのね、帽子もかぶって、パーカーも着て、あのマスクもしてるけど、もしかしてみゆこ、オーラね、バレちゃうかもとか思って、これは声を変えるしかないって思ったから、これ声でバレるなと思って、ワンチャンね、そう。やばいよ。猫のスペシャルアイドルのオーラでバレてしまうって思ったから、あのデスボイ品をしたの。お会計で喋んなきゃいけないじゃん。あ、これ袋入れますかみたいな言われるじゃん。だその時にあ入れますみたいな感じだった。これデスボイって言うのかちょっとわかんないけど、あ、お願いしますみたいな、風邪ひいてる風を装ってなんかやった。はい、よろしくお願いします。風邪ですよーみたいな感じの雰囲気。でもさ、今考えればね、咳するのってさ、周りの人から見たら大丈夫かってなるからね、やめといてる方が良かったね。これはね、危なかったですね、マジで。いや、まさかさ、なんか、ねえ、後ろにホロライブリスナーがいると思わんじゃん。マジに。びっくりしたよ。知名度そこまでいったかとか思ってね、その時は。なんか複雑な気持ちになった。でもめっちゃ嬉しかったね。